ブーゲンビルはアメリカ海軍の護衛空母。カサブランカ急行空母艦の46番艦。艦名はブーゲンビル島にちなんで命名された。ブーゲンビルは1944年5月16日にワシントン州バンクーバーのカイザー造船所でサリエーモンホール夫人によって浸水し、1944年6月18日に海軍に引き渡され、 C.A. ボンド艦長の指揮下収益した。1944年7月25日にブーゲンビルはサンディエゴを出港し、8月1日に新珠湾で太平洋艦隊空母輸送艦隊と合流する。同年の残りはマーシャル諸島、アドミラルティ諸島、マリアナ諸島へ航空機を運搬し、12月22日にサンディエゴに帰還。 信頼性試験を1945年1月7日まで行う。1945年2月8日にブーゲンビルはエニウェト区間省で第8支援艦隊に合流し、続く6ヶ月にわたって西太平洋で第58任務部隊及び第38任務部隊陛下の任務軍に対して補給を行う。ブーゲンビルはこれらの任務軍と巡行し、 補給の航空機及びパイロット、整備兵をより大きな空母に送り届けた。1945年2月から3月にかけては、第50.8任務軍とともに、異王島の戦いに参加する。その後6月まで、沖縄戦に参加している第5艦隊及び第3艦隊の艦艇に対して、重要な広報支援を行った。8月に、 サンディエゴで短期の有効性試験を行った後、ブーゲンビルは新珠湾へ戻る。8月後半は新珠湾からマーシャル諸島、マリアナ諸島へ航空機を運搬した。9月にブーゲンビルは沖縄島に向かい、その後10月6日に航空機と占領任務にあたる兵員をいくつかの中国の港に輸送した。10月19日に再び沖縄本島に寄港し、 翌日サンディエゴに向けて出港する。サンディエゴで11月28日までドック入りし、その後シンジュワンとエニウェトクへ最後の航海を行う。1946年1月12日にサンディエゴに帰還すると不活性化のため第19艦隊入りする。ブーゲンビルは1月19日にサンディエゴに出港し、ワシントン州ポートエンジェルス経由でタコマに向かう。 ウユゲンビルはタコまで1946年11月3日に退役する。その後1955年6月16日にカウマイナス100に監視変更され、1960年5月1日に除籍されて同年8月29日に売却、最終的に横須賀まで栄光されてスクラップにされた。スクラップ後の鉄くずには1億6800万円の 値がついた。ブーゲンビルは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。